こんにちは、食事処さくらです。このチャンネルはいつものご飯がちょっと美味しくなるような料理教室をテーマに活動しています。今日は黄金の卵スープのアレンジレシピ、洋風卵スープを作りました。卵スープ同様優しい味付けなのでお子さんでも食べやすいですよ。それでは早速いきます。まずは卵の下処理です。今日は2個使います。卵はここでしっかりと溶いておきましょう。白身の塊がドゥルンって入ると火が入るのに時間かかります。火が入るのに時間かかると全体が白く濁ってきちゃうんですね。なので一瞬で火が入るように卵をよく混ぜておきましょう。箸で持ち上げて白身の塊がなくなればいい感じです。これで準備ができました。それでは早速調理していきます。卵スープは忙しい時にババッと作るものなんでね。鍋に移動して今日の味の決め手はこちら、トマトジュースです。このトマトジュースのスープがマジで美味しいんです。紙パックなら常温保存もできるので常にストックがあると便利です。ポイントは食塩不使用のものですよ。塩が入ってるタイプの時は調味料を減らして調節してください。私はよくこのスープを作るのでペットボトルのトマトジュースを冷蔵庫にスタンバイさせてます。この時も塩が入ってないタイプを選んでくださいね。今日は紙パック1本と同様 200ml を使います。まずはトマトジュースを鍋に入れて、ここに酒大さじ2、みりん大さじ1を入れて弱めの中火で沸騰させて、アルコールを飛ばしつつトマトの味をギュッと濃縮させます。しっかり沸騰しただけだとアルコールはまだ残っているので30秒ほどしっかり沸騰させてアルコールを飛ばしましょう。卵スープが好きなお子さん多いんでね、しっかりアルコールを飛ばしてあげてください。アルコールが飛んだら慌てないようにここで火を止めて、水 300ml、 薄口醤油小さじ2、顆粒のコンソメ小さじ2、キューブの場合は1個で大丈夫です。味の素1つまみ、瓶の場合5振りぐらいですね。ここに隠し味のカレー粉、これはなくても作れますがあるとほんのりスパイスの風味が効いてぐっと美味しくなります。入れすぎるとカレー味になっちゃうので小さじ3分の1とか4分の1ぐらいがちょうどいいですよ。ここに水溶き片栗粉を入れます。これは片栗粉小さじ1に対して水小さじ1を溶いたものです。少しとろみをつけることで濁りにくく、お店のようなあのふわっとした卵スープになるんですよ。そしたら弱めの中火で軽く混ぜながら沸騰させます。しっかり沸騰してきたらここに卵を3から4回に分けてスープを混ぜながら入れます。卵スープが失敗して白く濁っちゃうのは卵に火が入る前にお湯に溶けちゃうからなんですね。卵を入れるとお湯の温度が一気に下がるので、一気に全部入れちゃうと最後の方に入れた卵は一瞬で火が入らず濁ってきちゃうんです。なので数回に分けてスープが熱々の状態で卵を入れる必要があるんですね。慣れるのがちょっと難しいのでゆっくりいきますからね。しっかり中心が沸騰するまで待ちますよ。しっかりもう一度中心まで沸騰させてから卵を入れていきましょう。卵が全部入ったらもう一度しっかり沸騰させれば、これで完成です。たったこれだけの材料と調理なのにふわふわのお店のような卵スープができるのでぜひ試してみてください。ちなみに途中で出てくるアクは取ると多少雑味は減りますが、私は取らなくても雑味が気にならないので無理して取らなくて大丈夫ですよ。最後に塩気の調整をしながら味見をしてみてください。物足りない時は薄口醤油で調節してくださいね。うま、塩は溶けるのに時間かかるので液体の方が失敗しにくいんですよ。今回は入れてないですが、最後に小ネギや長ネギのみじん切りを加えても食感にアクセントが出て美味しいです。これでふわふわ卵スープの完成です。とっても簡単なのでぜひ試してみてください。それでは盛り付けていきます。今日は大人気卵スープのアレンジレシピを作っていました。コクを加えるのにお酒やみりんなどお米の旨味を使っているのでご飯と一緒に食べても美味しい仕上がりになってます。あえてトマトの酸味を引き立ててないのでお子様でも飲みやすい優しいスープを目指しましたよ。それではいただきます。うま、今日はお昼ご飯もついでに食べようと思ってご飯と漬物を用意しました。
この組み合わせでも美味しく食べれるので、毎日の食卓に取り入れやすいのが嬉しいポイントですね。少しだけ入れたカレー粉が食欲をそそるような風味を立ててくれるので、とってもいい仕事してくれるんです。撮影してる時って基本お腹空いちゃうので、たまに撮影とか忘れて普通に食事しちゃうんですよね。なんとか現実に一気に引き戻すんですけどね、うん、最後にほんのちょっとだけお時間ください。実は卵スープは先月発売した初のレシピ本魔法のコツレシピの裏表紙になっているんです。これは私のこだわりで、このレシピを喜んでいただいた方がたくさんいるので、表紙か裏表紙に載せてくださいってお願いしたんです。今日の卵スープの他にも、書籍オリジナルの和風卵スープのレシピも掲載しているので、よかったら手に取っていただけると嬉しいです。和風卵スープも入れると、中華、和風、洋風卵スープコンプリートできるんでね。それではまたお会いしましょう。食したころ、さくらでした。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。食事処さくら初のレシピ本が出ます。いつものご飯がちょっと美味しくなるレシピが詰まってますので、手に取っていただけると嬉しいです。